株式会社福原は、同等の都勝、釧路、根室地方を中心に、福原などの野号でスーパーマーケットを展開する、アークスグループの企業。CGC グループに加盟している。福原自兵が1947年に鹿追店を開業したのが始まりである。1958年5月に株式会社、福原商店設立、株式会社。 福原商店として法人化した。1960年に福原商店が鹿追町の店舗を改装して鹿追フードセンターを開店してセルフサービス方式のスーパーマーケット事業へ参入した。このスーパーマーケット現金販売の代わりに全商品を1割引きを旗印にセルフサービス方式の普及を目指した。 1967年には帯広初進出。1968年には経営の苦しくなった釧路のスーパーを吸収合併して都価地観外進出を果たした。1995年2月に美幌町のスーパー株式会社浦部の全株式と同社の不動産管理部門である浦部産業株式会社の株式を取得して子会社化し、北見 アバシリ管内への進出も図った。出店地域を徐々に拡大したものの、ドミナント戦略と呼ばれる出店地域を限定して、地域内での選挙率を高める方式をとり、規模の拡大よりも収益性を重視する効率性の高い運営を目指し、自己資本比率の比較的高い強靭な財務体質を築いた。こうした経営方針もあり、本拠地である帯広地区では、 第一や、一丸、OK の間では出店する地区を事実上住み分けて、証券が重なることに伴う加藤競争を避け、共存共栄する暗黙の合意があったと言われている。その結果、福原は、帯広の地場資本のスーパーマーケットでは、最大手となり、1999年の北海道内のスーパーマーケット上位20社に、福原に加えて、第一と、 一丸の帯広地区三社が入ることになった。株式会社ラルズが福原の本拠地である帯広地区に進出する話が具体化したことで同じ帯広を拠点とするの一丸が競合を回避したいとして2000年1月27日にラルズと資本業務提携することで合意したことを発表し同年5月末をめどに第三者割り当て増資によりラルズが 一丸の発行済み株式の20%を取得することになった。この資本、業務提携は、ラルズが20%の株式を取得して、一丸を持ち分法の適用対象とする形であったため、ラルズの帯広地区への事実上の進出として、大きな衝撃を受けることになった。ところが、2002年5月13日に福原とラルズの間で、 経営統合に関する覚書を締結し、持ち株会社を設立して、共にその参加に入る形で、経営統合をすることを発表した。この経営統合が発表された際にラルズの横山、社長は一丸にも参加してもらえる形になるように、したいと会見の場でも合流を呼びかけ、一丸も持ち株会社への参加について、検討中としていた。しかし、ラルズ側が、 経営統合の具体的な条件提示を行わなかった上、同地区でより規模の大きな当社が先に統合を決めたところに3、隠することになることで事実上参加に入る形になることへの抵抗があったことから、10は経営統合で誕生するアークスグループへの参画を見送ることになった。2002年11月1日に株式会社アークスを持ち株会社として株式会社、 ラルズと株式会社、福原の2社を参加に入れる形で経営統合となった。この経営統合に参加しなかった、一丸は地場資本のスーパーマーケットとしての運営継続を目指すことを表明し、2002年12月11日に取引先などに対して2003年2月末でアークスの共同仕入れから離脱することを伝え、事実上提携を解消することになった。 アークスグループの事業再構築、子会社店舗の地域別再編成として、2005年2月期に、株式会社道東ラルズへ、北見地区の4店舗、株式会社ラルズへ、江庭市に2店舗を移管し、株式会社道東ラルズから、ビッグハウス串路店の移管を受けた。店舗例。福原しべ茶店特記ないものは、店舗ブランドは、福原。 福原よりも大型な店舗の店舗ブランドとして、ピアザ福原があるほか、アークスグループ共通の大型店の店舗ブランドである、ビッグハウスや、スーパーアークスも運営している。帯広市内十勝地,地区串根地区以下の店舗は、同等られずに移管され、店舗ブランドが福原のままとなっているものである。いずれも北見地区に所在。帯広市内十勝地,地区北見地区串根地区札幌地区。 ありがとうございます。